日本鹿児島県鹿児島市鈴見川町鈴見川町は鹿児島県鹿児島市の町。郵便番号は892-0807。旧鹿児島深城町、鈴見川町。人口は877人。世帯数は456世帯。鈴見川町の全域で住居表示を実施している。鹿児島市の中央部、稲荷川の下流域に位置している。町域の北方に 東坂本、南方から西方にかけて、池の上町、西方及び東方に、坂本町、東方に、稲荷町が接している。町域は大地に挟まれた谷間に位置しており、南北に長くなっている。中央部を南北に鼓川が流れており、町域の南東端で稲荷川に交流する。鼓川町という町名は、早との学人が西原を奏した音声が響いてくる。 音に由来しているという説がある。また、とどろき工事とも呼称されることがある。江戸時代には、吉野街道に沿って、市屋敷が立ち並んでいた。鼓川という地名は、明治時代初期より見え、鹿児島深可町のうちであった。1888年に交付された市政に基づき、1889年2月2日に、官報に掲載された市政施向地によって、鹿児島が、 市政施行地に指定された。3月5日には、鹿児島県令第26号によって、鹿児島郡のうち50町村が、市政による鹿児島市の区域と定められ、4月1日に市政が施行されたのに伴い、鹿児島郡50町村の区域より、鹿児島市が成立した。それまでの鶴見川町は、鹿児島市の町、鶴見川町となった。 1968年7月には鈴見川町の全域で住居表示が実施された。1992年8月10日に坂本町国領地区にて住居表示が実施されたのに伴い坂本町の一部が鈴見川町に編入された。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。